小玉屋敷のところにあります。もう一つの曲がり角、さっき堀内の方も見たんですけどね、すごいですね。ガクンってなってるんですね。こんなにね、まあ、今道路通りにくいですね、これだとね。うわあ、雰囲気ありますね。いやいやいや、ちょっと自転車からの撮影になりますんで、変な音が聞こえますけど、いやーすごいですね。独特のこう防御なんですよね。あの、要するにあの目的地は右側です。右側だそうです。どれこれ？じゃないですね。ここですよね。この曲がりのところ。はい。Google先生はたまに嘘つくんでね。ちょっと暗くなりがちですけど。これはね、ちょっとこういうのはなかなか見れないですよ。こんな動画撮ってる人は多分いないですよね。でこんな面倒くさいことしてるわけがないですからね。草が原水が今行ってきましたね。逆こうなっちゃうんであまり見ないですけど、壁を見てもらいたいですよね。さっきちょっと作り方というかあれを教わりましたけどね、どんな風になってるんだっていうもんですね。すごいな、こんな状態ですね。普通の家ですからね。カニ曲がりって書くんですけどね、読みはカイ曲がりなんですけど、カニ曲がり、曲がっちゃうんですね。こんなですよ。これどうやって作ってるんですかね、これすごい難しそう。色とね、やっぱり外観を損ねないって何気に防御になってるってね、こうあまりゴツゴツした感じだったら敵にねやっぱり警戒されちゃいますけど、あとはあの幕兵の遠慮もあるんでしょうね。外観がね綺麗な城下町ですよって言いつつ、いざとなったらここで戦いますからね。実際幕末ハニが戦場にならなくてよかったですよね。大変な京都とか、まあ、幕末の人たちはみんな出てきましたけどね、外で戦ったんで、まあ、萩でもしここをですね、拠点に戦うと幕府が攻めてきたとなったら、それはちょっとそれで怖いですよね。貝曲がり、カニ曲がりと書いて貝曲がり。そして今の資料館の方に出てきますね。これがあの屋敷なんですよね。児玉家は、まあ、重臣中の重臣ですから、有名な人の名前もあったような気がしますけど、気のせいか。貝曲がり、